現在整備が進んでいる横浜環状道路は、横浜都心部の半径10キロから15キロを環状につなぐ横浜の骨格となる自動車専用道路です。今回はこの北側の区間にあたる通称北線のご紹介をします。北線は第三京浜道路の江北インターチェンジから首都高横羽線と大黒線の生麦ジャンクションとを結ぶ延長およそ 8.2 キロの道路です。そのうちのおよそ7割にあたる約 5.9 キロはトンネル構造で、家屋の移転や周辺環境への影響を少なくするために配慮されています。このトンネル部分の工事は地盤沈下などの恐れが少なく、安全な最新技術のシールド工法で周辺環境に配慮された計画となっています。北線が開通すると、第三京浜、横羽線、大黒線、湾岸線がつながり、江北ニュータウン、新横浜都心、羽田空港、東京湾アクアラインの連携が強化され、広域的な交通利便性が向上します。また現在整備中の北西線と一体となり、将来東名高速道路とつながることで、市北西部と横浜都心、湾岸エリアとのアクセスが大幅に向上し、横浜市内の経済活性化にも期待が寄せられています。北線の整備は幹線道路不足による横浜市北部の慢性的な渋滞の緩和にもつながります。渋滞の緩和は抜け道交通の減少による安全性向上や、排出ガスの削減による生活環境の改善などの効果が期待されています。北線は途中に3カ所の出入り口が計画されています。日産スタジアムの近くに新横浜出入り口、トンネルの中間地点付近に馬場出入り口、鉄道交差部付近に新生麦出入り口、3カ所の出入り口からはそれぞれ北線本線の江北ジャンクション方面と生麦ジャンクション方面へ乗り降りできます。これらの出入り口の周辺は車の流れをスムーズにするために一般道の関連街路が整備されます。また生麦ジャンクションでも工事を進めており、北線、大黒線、横羽線の3路線から全方向にアクセスできるようになります。北線沿線では現在工事が最盛期を迎えています。生麦ジャンクション付近では橋桁の仮設工事を行っています。小安台換気所付近では鉄道交差部の北線本線の仮設工事が完了し、換気所の躯体工事が進められています。新横浜出入り口付近では地上部とトンネル部分がつながり、江北ジャンクションに向けてトラス橋と接続、新たに設置された江北インターチェンジ出口まで橋梁部の仮設工事が完了しました。トンネル構造の大部分を占めるシールドトンネルは2台のシールドマシンが24時間体制で掘り進んで完成させました。横浜環状北線は自然環境との調和を守りながら交通ネットワークを向上させ、災害にも強い街づくりに貢献します。ここから自然との調和が始まる横浜環状北線です。